これ見て、波紋がまた綺麗よ。やべえ。おはようございますね。今日の朝もめちゃくちゃいい天気になりましたね。もう朝焼けがねめちゃくちゃ綺麗かったです。最高でした。昨日の晩はね案外肌寒かったんですが、もうね日中日が上がるともう20度ぐらいになってます。20度越してますね。あっという間に暑くなってきます。このお日様のね下はもう暑いぐらいですね。あー気持ちよかったっていう、気持ちよかったおかしい気持ちいいですね。さあ今からね朝ごはんの方作っていきたいと思いますね。よし、まずはねこちらご飯の方を用意しましょう。ご飯を1合入れて、あと水ですね。好天気がいいと思う。なんかたたられそうやね。蓋していきますね。蓋をしてと、さあアルコールの入れてきますよ。よいしょ。火の方がね明るくて見えにくいですね。
そこに来とる。だんだんほら見て、こんな近くまで来てよし、島ホッケにね、あのね、大根おろしの方作ってきますね。やっぱね、大根おろし必要でしょう。これぐらいはあった方がいいかな。よっしゃ、もう皮ごといっちゃいます。やっぱりね、皮剥くことにしました。流れで言ったけど、確かね、なんか皮があると辛いようなことをなんか前調べたら書いてたんですよね。辛いの私苦手なんで、しかもね、大根おろしってうまいだけに、そのちょっと辛いので、この剥くのをやめただけでね、辛くなって美味しさが半減するのはもったいないですからね。美味しくいただきたいで、せっかく作るにあたって。さあ、ホッケちゃん焼いてきます。でかい、あ、でかい、これこのホッケでかでかすぎでかすぎてうまそう。あー、ピチピチ鳴ってる、チクチク鳴ってるわ。美味しい音が聞こえてきますね。もうね、あっという間にいい香りしてきましたよ。やばい、わわわわ、焼けてる、これうまそう。よだれ出てるっていうか、やば、これやばいわ。あー、この香りやばい、これめちゃくちゃうまいやつやわ。おお、できちゃいました。見てください、これ、これアップで見て、これ油すげえやばい。うわ、これ見て、めっちゃうまそう、油がすげえ。本当はね、1枚だけ食べようと思ったんですけど、これね、もうさっきちょっと食べたらね、あまりのうまくてね、やっぱ七輪で持って帰って焼くよりね、フライパンで焼くより七輪で焼いた方が美味しそうなんで、2枚目も焼いちゃいます。めちゃくちゃうまい、これ喋りながらよだれだらだら。いい音してますよね。めちゃくちゃいい音と、この香り、この香り届けたいですね、本当は。よし、これで頭の方じゃなくて尻尾の方をつかめば、よし、きた、これ見て、うまそう。うわ、こちらはわさび豆腐になりますね。わさび豆腐の方も出していきます。もうめっちゃ急いでるんですよ、今ね、急ぎまくってます。それじゃないとね、ホッケが冷えちゃうから。さあ、ご飯の方もう熱々、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 熱々すぎやん、これ。そんで、これね、野菜、え、炒め野菜のね、味噌汁になります。炒め野菜の味噌汁用意しといて、こちらに。もうお湯はね、まだ沸けて、沸いてないから。っていうか、これ熱すぎやん、これ、どこに置くよって。
よし、熱っ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 。お、美味しそうに炊けてますよ。ちょっと米蒸らしがね、全然足りてないけど、ちょっとべちゃっとなっちゃってるな、蒸らしが。本当はね、もっと蒸らした方が美味しいんですけどね、炊けたの早すぎた。よっしゃ、とりあえずもう食べちゃう、もういいや。それではね、いただいてきますね。いただきます。よし、まずはこの大根おろしのね、もうこの容器ね、移そうと思ってたけど、このまま直に行きます。醤油かけて、ホケがね、冷えるのがもうもったいない。これはさあ、ホケの方行っちゃいますよ。もういきなりホケ、よし、ホケの方行っちゃう。おお、もうこのね、スルッとまたこれ身が取れるところ、これがまたいいんすよ。めちゃくちゃうまそうです。こいつに大根おろしですよね。大根おろしを乗せて、これ最強なんですよ、本当に。これいっちゃおう。さあ、島ホッケの方食べちゃいますね。この絶景を眺めながら。あ、ちょっと待ってや。間違いないやつです。うめえ。米、あ、もうこれ幸せよ。これはほんとめちゃくちゃうまい、最高ですね。ちょっとの小骨ぐらいは大丈夫です、私。こいつにやっぱり大根おろしですよね。この大根おろしって最強やな。でも一番、ご飯が進む。UFO 出てきたらどうしよう、これ見てて。大根おろしとの相性抜群ですね。このね、骨についた膜みたいな、これがうまいですよ。これどんどんうまい、味が濃い、油でギトギト。そして人生初めてのわさび豆腐。うまい。うわ、これはうまいわ。もうちょっとわさびのツンとした感じ抑えてほしいくらいですね、私は。でも普通の人ならこれめちゃうまいわ、これ。これは何もかけなくても美味しい豆腐ですね。しかも、そして待ちに待った味噌汁ですね。もちろん今入れたばかりですからね、罰ゲームのごとく熱々、あちあちですよ。これさっき沸いたばかり。そりゃそうや。あ、うまっ。ちょっとなんか中華っぽいな、なんか炒めてるからかな。
熱っ熱っ熱っ。まだ一つも残ってます。あ、要するにとね、あれだ。あいつ、あの向こうにも出てたとか、バカやなもう。ペロッとねこれ、ホッケ一枚食べれちゃう。ある。今回買ったランプね。これ今回は。灯油でやってみたんですよね。灯油を燃料にやってみたらもう真っ黒になっちゃいましたね。これ全部が真っ黒だったんですよ本当は。今ねウェットティッシュ入れてね拭いてました。指が届かないところはまだね真っ黒です。これパラフィンオイルじゃないとダメなのかな。もっとね火をねちっちゃくしたりしてみてね調整して巣が、ね、出ない程度をね探ってみたいと思いますね。これテーブルにねちょうどいいんですよ大きさが。めっちゃ気に入りました。ただすすがね、
ナヤゴが泳いでましたって言ってもしゃあないんかこれ。こちら、今ね、マンゴーの方向いたんでね、食べたいと思いますね。食べてるんかいみたいな、ね、食べてました。ちょっと待ってよ。これがね、いい値段したのしたのにね、このマンゴー全然売れてないんですよね。全然ってわけじゃないんでしょうけど、硬いの、まだサクサク。うん、酸味がちょっと強めかな。せっかく買ったのにさ、こういうのがっかり。もう売れた時にほんと出してほしい。まあ売れた時やったら傷むのが早いのかな。仕方ないか。せっかく買ったのにパイナップルとかね、メロンとかそういう商品って思いますよね。これ売れてないじゃんっていう時ありますからね、食べた時。あーでもね、このね、琵琶湖の方でね、ゆうちゃんと遊んでましたかね。やっぱね、足が冷えるだけでかなりね、体の方も冷えてきますね。ゆうちゃんもハーハー言ってませんからね。うまっ。インフレーターマットにはね、このポータブルポンプですね、これがあるとめちゃくちゃ便利ですよ。もうね、これ空気抜くのもあっという間です。空気入れるのもね、ちょうどいいぐらいの張り具合にできますからね、めちゃくちゃ便利です。あっという間に空気も入れれるし、抜くのも早いですからね。抜くのがね、ちょっとね、この口だとちょっとちっちゃかったんで、これ塩ビパイプですね、塩ビパイプの方買ってきてね、これつけて当ててみたらもうバッチリでした。おすすめですよこれ。もうね、これ乗ってね、空気抜くなんてしなくても全然大丈夫です。それでもね、もうこれほぼほぼ吸っちゃってますね、これすごい。あとはさ、飛んじゃえばいいだけ拭いてね。石の方できましたね。あー今もね、気分爽快です。気持ちのいいキャンプ場でしたね。しかもね、これはね、人が少ないからこそね、気分がいいですね。もうね、距離はね、かなり隣のサイトとの距離はね、かなり近いですからね。人混みが多い時はね、人混みっていうかね、土日はかなり多いらしいんでね、平日おすすめです。あー気持ちいい。さあゆっくり帰りたいと思いますね。それでは失礼します。